効果抜群の足痩せエクササイズで太ももを細くしましょう。最初は前ももストレッチです。姿勢は一直線に保ちながらお腹に力を入れてください。腰が反らないようにゆっくり前ももを伸ばしましょう。反対です。前ももが伸びない方は上半身をやや丸める姿勢を作ってください。反り腰の方は必ず行いましょう。次はお尻のストレッチ。前に出した足の股関節と膝を曲げて反対の腕を伸ばしてください。足痩せの土台のお尻を整えましょう。膝が90度に曲げられない方は深く曲げても大丈夫です。柔軟性がつくと歩くときに前ももの負担が減り太ももが細くなります。膝立ちになり背筋をしっかり伸ばしてお尻で体を支えてください。足を真横に伸ばして膝を外に向けながらひねりましょう。バランスがうまく取れない方はお尻とお腹に力を入れる意識が大切です。伸ばした足の内ももが伸びていればバッチリです。4種目目はお尻のインナーマッスルを鍛えるエクササイズです。股関節と膝を曲げて骨盤をなるべく固定しながら足を開きましょう。開いて足を伸ばすときに膝が下がらないように気をつけてください。お尻に効かない方は横腹と床に隙間を作る意識が大切です。最後は少しきついエクササイズでお尻全体を鍛えます。下腹部に力を入れて腰を丸める意識のままかかとで床を押しましょう。前ももに効いてしまう方は背中と床の隙間を埋めてお腹に力を入れてからお尻を持ち上げてください。お尻の筋肉は足痩せに必須です。あと少し耐えて美脚を手に入れましょう。
3、2、1。お疲れ様でした。コツコツ継続して自分の足をもっと好きになりましょう。